家族間や友達間でドッキリを決行したことはありますか？仕掛けたり仕掛けられたりした思い出があれば教えてください。友達間ではなんか昔から転校するっていうドッキリよく仕掛けてて、あんまり信じてくれない友達もいたんですけど、本当に信じてる友達からは本当に泣かれたりして、すごい罪悪感がありましたね。家族間でのドッキリは愛犬に対するドッキリなんですけど、急に家族全員が倒れるっていうドッキリで、愛犬がどういう反応するかっていうのを見るドッキリなんですけど、本当に愛犬すごい焦ってて、めちゃくちゃ可愛い反応をしてくれましたね。ドッキリね、すごい楽しいですね。仕掛ける側の方が好きですけど、あんまり仕掛けられたことないです。一番エッチだと思う漢字一文字を教えてください。エッチだと思う漢字？エッチだと思う漢字か。そうですね。ナンバー3は、抱く。手辺に包む。手辺に包むってなんか、もう本当に、ダイレクトに抱くって感じで、なんかすごいエッチですよね、あれ。エッチですよねって面白いですね。エッチですよね、でも。うん。ナンバー2は、前儀の儀。わかんないけど。なんか、ぐちゃぐちゃしててエロくない？もあの感じ見たら一瞬でパッ、前儀っていう。イメージが思い浮かんでしまう。まあ、それは私だけかもしれないですね。ナンバーワンは圧倒的に濡れるって感じですね。もうやばくないですか、あれ。なんかもう、漢字が濡れてますよね。なんか、漢字が濡れてる。うん。漢字自体が濡れてる感じがすごいします。なんか、さんずいと、雨って感じがくっついてるの。もうびっちゃびちゃです。びっちゃびちゃ。びっちゃびちゃですよね。漢字でびっちゃびちゃってどういうことなんでしょうかね。